今から階段を登っていきます。すごいぞ。結構段あるね、これ。ほら、皆さん段がありますね。よいしょ、よいしょ。どうなってんのやろ。すごいな、これ。頂上まで行く。よいしょ、ん？これどう行こう。右行くか左行くか。そうやな、左行こう。よいしょ、左行きます。はい。いやー、たまにはね、こういう動画もいいかなと思いまして、皆さん、こう自然と戯れるのはすごいことですね、ほんと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんか向こうの方行ったら、もっとあるらしいですよ。景色のいいとこか。ジュン君の動画ちゃうけど、リスは出てきませんね。さすがに。こういう感じかな。いいね。マイナスイオンを浴びて。いい感じかな。はい、ちょっと雑音とか入りましたけど。ね。竹やぶとかね、感じかな。よいしょ、よいしょ。今日はね、友達のところ遠征に来たんですね。そのついでにここ登ってあれですけど、ああ、よっこらしょ。なんかもう一つ向こうにすごい階段があるみたいだけど、今度遠征した時に来ています。わ、息切れしてる。すげえ。はあ、なるほど、こういう感じか。じゃあこっち行こう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ここはどうなってんのやろ。なんかこんな風な雰囲気の電車の音が。よいしょ、よいしょ。はい。ああ、何やろここは。うん、ちょっとわからないけど、こういう感じかな。よいしょ。あ、なんか景色見えるぞ。うん、もうちょっと高いところに行くから。よいしょ。紅葉も綺麗し。よいしょ。見てください、これ。紅葉。ね、いいですね。たまにはこういうのもね。はい、よいしょ。階段です。再び階段。よいしょ、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 よいしょ。はい、下から。うわー、鮮やかな紅葉。これ、皆さん。こんな感じですよ。はい、いいですね、こういうのもね。さすがにさっきも言いますけど、リスは出てきません。はい、じゃあこの階段を、ちょっと景色見えるかな、ね、この階段を見ます。すごいね、この階段。これすごいよ。滑らないようにしますね。なんか滑りそうな感じだね。苔が生えてるから苔そう。わあ、綺麗ね。苔が生えてるから苔そう。なんてね。よいしょ。
この階段か、すげえな、この階段。はい、以上、ベルおじさんの街角ぶたりでした。ありがとうございました。